はい、先生です。今回はニキビ6分類第3回目こめかみ型のニキビについて解説いたしますどうぞよろしくお願いいたしますこの辺のこめかみから目の下あたりぐらいまでですねこの辺一体に集中してニキビができる なぜこの辺に集中的にできやすいかというと原因は肝のトラブルやまたは肝に影響を受けての胆のトラブルであるということなんですそしてこのタイプの悪化要因ですがイライラしたら悪化する過労によって悪化する一日の中でも夕方ぐらいになるとかゆみが増す月経前になるとニキビの量が増える ということなんですがこの肝とタン「缶」と「ンまた「こめかみ」との相関関係を少し解説いたします。はい缶は炭を支配している目爪筋肉経絡これエネルギーラインですがこの「ンという精神活動のことなんですが缶の積極的な性質を表しますこれらを肝が全て支配しているということなんですね。 わかりやすく言うと、ンが本社で、ンと関係性が最も深いと言われているタンが支店で、で以下、ンの関連会社と言ってもいいでしょう。つまり、これらすべてンのホールディング会社であるというふうに言ってもいいでしょう。で、これらの関連会社、目、爪、筋肉、契、えー、コンそしてタン はこれれててて血によって動かされているわけなんですね肝の最も重要な働きは血を肝臓に集めて必要に応じて全身に送るというのが肝の役割であって血によって支点並び関連業者は全て働かせているわけです血がお金だとしたら常に利益を黒字にしてい 聞かないといとけませんね赤字は血の不足を意味しますじゃあ赤字になると各部位はどうなるのかっていうことなんですが目に送られる血液の量が不足すると目がかすむ疲れる爪は縦筋ができる筋肉はつる経絡は関係という エネルルギーのルーのト、単形というエネルギーのルートがありこのルートに血が不足するとこのルートを通るエネルギーが不足したり停滞したりするんですそうなると軽落上に痛みや痒みやなんかを起こしてきます。そして最後にこの紺でありますが先ほども言ったように肝の積極的な性質であって。 えー、肝に異常をきたすと、激しく起こったりします。血が不足して、燗に影響を及ぼすと、精神的なことが肉体にまた影響するようになってきます。そうなると、噛み締めや歯ぎしり、腹部がつってきたりなんかしたりしするんですよ。血が不足してくるけど、それに頑張ろうとして、えー、イライラして行動的になるんですが、 まあ、性も根も尽きると言いますが、根が尽きてくるとどうなるかというと、全く違う精神状態を起こしてきたりします。恐れとか、不安とか、無気力とか、決断力の低下なんかを起こしてきたりします。じゃあ、それでは、この、肝のパワーが低下するえ5パターンについてお話しします。はい。肝のパワーが低下する5パターン。 1>, えー、1つ目寝不足血液を作る血のゴールデンタイムっていうのがありましてそれが23時から2時この4時間以内に睡眠をとっていないと血を作らないわけなので血がもらえない肝臓はさっき話した部位に症状を起こしてきますで2つ目は運動のしすぎ3つ目は働きすぎ 4つ目は目の使いすぎ。これらすべて、えー、どうでしょう。先ほどの根っていうのに関係してきます。根を詰めるという言葉がありますが、通常はこの根を詰めるというふうに書きます。辞書で調べたところですね、一つの物事を精神を集中させて 続けて行うとあります。先ほど話したここですね。何かをしすぎる。オーバーワークしすぎるということは、根を詰めるということであり、根を詰めることによって、肝臓のパワーが低下するということなんです。このイライラしすぎるっていうのは、血が不足してきて、結果イライラするんですが、このイライラについては、少し、 後でお話しましまょう一番初めに話した悪化要因もう一度確認してみましょうイライラする過労夕方月経前とありましたねこのイライラしすぎることによって肝臓のパワーが低下し根を詰めることによって肝臓のパワーが低下するもう夕方というのは一日の中でも 後半にあたるので1日一生懸命働いてきた後疲労がたまり肝臓のパワーが低下するで月経前は子宮は血液を欲するんですがその血液が足りなかった場合どうなるかというと精神的にイライラしてくるということになるのでこのように繋がってくるんですね結果ニキビはこれらの悪化要因によって ひどくなったりするわけです。さあ、それでは最後に、こめかみニキビを治す養生法と漢方の解説をいたします。はい。こめかみニキビを治す養生法。まず、目を休める。次に、体を休める。要は、〜何々しすぎない。パソコンをしてても、1時間に1回は、一旦ストップし、 目の周囲の筋肉をほぐすということをしましょう。で体を休める。運動しすぎてる方は、休み休み休憩時間も入れながら運動しましょう。休日やから遊びに行かないといけないと思わずに、まあ、今週はよく働いたんでゆっくりしようという気持ちを持つことが大切です。で、イライラしないように努める。イライラするっていうのは、 自分の思うようにならないことから起こります。ですから、計画を立てる癖をなくすということが大切です。計画を立てたくなるということは、逆に言うと、根が尽きる尽きないの瀬戸際だと言ってもいいでしょう。不安の現れです。で食材ですが、青しそ、パセリ、セロリ、ゴーヤー、ピーマン。この苦味の 食材を取るようにしましょう。このニキビで困ってるあなた、コーヒーとかビール、まあ、苦い食材ですが、コーヒー、ビール、これらを欲してるときは、缶の状態に問題があるのかもしれません。このようなものを取るよりも、こちらの食材を取っていくようにしましょう。はい、最後に、漢方は、缶に血を集め、動かすものとか、え気を沈めるものを 使いますので代表的な生薬としてはサイコ陶器ジオボレー大王オーレンサンシシデンシチニンジンなどが配合された漢方薬を服用するようにすればこめかみニキビは必ず良い方向に向くことでしょう。それではどうもありがとうございました。